海3県の町自慢を徹底調査。地元自慢ランキング町店やってきました。伊賀市です。初上陸伊賀市。もう予想しちゃいますけど、多分1位忍者です、絶対。西尾アナ大正解。1位は外国人観光客にも大人気の伊賀忍者。3位は石垣の高さが日本でもトップクラス、伊賀上野城。その他のランキングはこちら。5位の伊賀名物片焼きも有名な町自慢。このランキングはウルフィンアプリで募集した情報をもとに、伊賀市で配布されている情報誌 U の編集記者須田さんが作成。おすすめしたいものがたくさんありすぎて、10個に絞るのは苦労しました。市自体が、まあ、忍者市という宣言をして、やっぱり忍者は外せないんだなと。そして注目は2位と9位。ここに隠された町自慢とは。2位はこちら、でん、伊賀牛グルメ、やった。ブランド牛伊賀牛ってことは食べられるってことですもんね。2位にランクインしたのは伊賀地方のブランド牛を使った伊賀牛グルメ。ということで聞き込み開始。まあ、ちょっとだけお時間いいですか、ジョギング中にすいません。はい、あ、いいですか。はい、あの今伊賀市の地元自慢を調査していまして。あ、地元自慢、はい、あ、はい、伊賀牛グルメ、はい、伊賀市の皆さんにとっては、はい、大好きです。あ、そうですか。はい、すごくね、柔らかくて味が濃いんですよ。ほう。で、油が多すぎることもなく、赤身と白身のバランスがちょうどよくって、くどくなくって、筋がなくって、硬くなくって、美味しいみたいな。もう食リポみたいな。すいません、突然こんにちは。松坂牛と引きを取らないと思いますよ。普段からこの伊賀牛は食べない。食べないです、食べないです。高級なお肉。高級ですよね、高いですからね、やっぱりね。伊賀牛グルメ、やっぱりこう地元の人のご褒美グルメなんだ。ちょっと美味しい伊賀牛のお店を調査したいですね。伊賀牛を、まあ、なるべくリーズナブルに食べられるお店。食べられる店。食べられる店。あ、じゃあ二角食堂。そこの駐車場のところの前のところにあるのが牛丼とかあるんじゃないますかね。へー、ぜひそこ行ってもらって、向こうのところ。近い。近い。あ、そこです。松阪牛にも匹敵する美味しさで、お値打ちのお店もあるとの情報。あ、あったあった、伊賀牛のぼりが出てますよ。押して走ろう。ここね、入っちゃいますよ、プッシュ。やられた。そういうことね。すごい店内は、こんにちは。はいはい、こんにちは。あれ、に忍者。仕掛けもいろいろございますんで。メニューないでしょ。メニュー探してください。メニュー、あ、あ、え、あるでしょ。あったあったあった、メニュー。え、じゃ取れないんですけど。いやいや、こっちからどうぞ。え、なんかプッシュって書いてある。押しますよ、はい、せーの。取れますね。気づかなかった。かか、これお客さんにメニューくださいって言われません？言われますよ、探してくださいって。教えないですね。楽しい、店内は忍者からくりのオンパレード。ここが抜け道になっております。敵から襲われそうになったら、出て逃げるわけですね。シュッ、大丈夫でしょ。おー、きつい。いい顔がしてきた。お待ちどうさまでした。うわー、ありがとうございます。え、こんなに大きいの伊賀牛、絶対美味しいじゃん。厚めにカットした伊賀牛のバラ肉をさっと網で焼いたら、醤油ベースの自家製ダレをつけてもう一度炙ることで絶妙な焼き加減に。その名も伊賀牛炙り網焼き丼。伊賀牛で
ご飯を巻きまして、いただきます。やわらかいでしょ。やわらかどうです。うん、おいしい。これだけ厚みがあって、はい、こんなにとろけるような柔らかさなんですね、はい、赤身肉のいいところがギュッと詰まってる。お水とかね、伊賀の風土、それがミックスして伊賀牛が出来上がってますので、あ、これはね、いい肉ですわ。じゃん、伊賀組紐、伊賀組紐、ペンネームいくちゃんさん、ありがとうございます。伊賀組紐は繊細な美しさがあります。繊細な美しさがある、どんな紐なんだろう。突然すみません、こんにちは。紐や、お、組紐、まあ、2回やったことある。組紐2回やったことある。伊賀市ではこういう組紐の体験ができる施設が、うん、あります、あります、はい、何件か。でも私は靴紐が、あ、え、これ伊賀組紐ですか。伊賀組紐です。かわいい。よそに出かけた時、伊賀のやでって言えるなって、まさに自慢できますね。そう。お、あ、え、なんか、なんかいる。あ、こんにちは。伊賀グリオです。伊賀市の観光大使をしています。どうしたどう反応する。インパクト強いですよね。あ、これも組紐なんですけど。これが組紐。そう、あ、あの若い子にも人気なんですよ。かわいい。どうやら体験もできて若い世代にも人気のアイテムになっているという街の声。なんか趣がある場所でいいですね。あ、ここだ。元祖伊賀組紐。歴史を感じますね。こんにちは、お邪魔します。これがまさに組紐ですか。そうです。繊細でどれも素敵な色。え、見てください、これがヘアピン。かわいいの。ブレスレットもあるし、おしゃれ。これ本気で欲しい。めちゃくちゃ可愛くないですか。ネクタイやアクセサリーに進化した伊賀組紐は、およそ120年前から着物の帯締めとして作られてきた伝統工芸品。多いものでは1300本もの絹糸を編んでいくといいます。繊細で時間のかかる作業なんです。最近ではスカジャンの袖の飾りや時計のベルトにも発展。さらに組紐体験は、自分だけのオリジナル組紐が作れると、これを目当てに県外からやってくる人も多いとのこと。そこで西尾アナも組紐に挑戦。右手でここをお持ちください。右手で、これから、あ、こっち、ここここここ、あ、すみません、はい、そして左手でこのあたりをお持ちください。右左必ず同じ色、はい、同じ色です、はい、そして180度時計回りです。180度時計回り、はいはい、糸の入って前までですね。はい、そこで、そこだからね、左手ですね。同じ金色、はい、そうです、はい、自分でやるとまた愛情が。金、青、どうですか、うん、それでいけそうですね。完成ですか、はい、やったできた組紐に金具を取り付ければ、かわいい。ブルーベースのちょっとこうゴールドで光沢感もあって、どこにつけよう。私を見かけたらどこにつけてるか注目。